えこういう前にこう座って、たくさんの方々がおられるところでこう喋るっていうのは、ほとんど初めての経験なので、緊張はしています背番号13番ですが、知ったときのお気持ちから教えてください,いや本当に偉大な背番号で、この13番を岩瀬選手がつけておられたので。 13番に恥じない結果を出して将来的にはもう13番を見れば橋本と言ってもらえるようなそういう選手になっていきたいですすでにユニフォームには袖を通したんでしょうか一度着させていただきました着心地はいかがでしたかそうですねまだまだなんですがこれから似合っていくけるように頑張ります橋本投手が目指す記録を教えてくださいえ自分はは記録は 1試合1試合、一人一人の目の前の勝負に勝っていけば記録はついてくると思っているので目の前の目先の勝負に一戦一戦、集中していきたいと思ってますあの威力がある速球が持ち味だとも伺っていますがご自身が考えるセールスポイントを教えてくださいえ強気でまっすぐでどんどん押していける投手そしてあのピンチでで強気で ピンチでだからこそ冷静でいける投手だと思っています。テイクバックが小さいというところも独特なフォームだと思いますが、このフォームはどのように作り上げたんでしょうか。自分が投げやすい投げ方というのを第一に考えて、その投げ方をしているうちに今の投げ方になりました。この投球フォームの利点としてはどんなことですか。えー、バッター目線からよく話を聞くんですが、その際にやっぱり見にくい、急に ボールが出てくるといったそういうことをよく聞くので、見にくいいームだと思います橋本選手の来年、どんな一年にしたいですかえ自分は開幕一軍を目指して頑張るんですが、やはりその橋本橋本を取ってよかったと思ってもらえるように、しっかり結果を残していきたいです。